してなかったから建てた建物が見えてたんですが、今は木がこうあって外からそのあそこに何があるかってのは見えないんですよ。そこがいいの。それそう。そうすると根っこがだんだん張ってきてこうむにょっとこう盛り上がってたりする。これは危険だからって言ってそれを切るというふうな計画なんですよね。何もしないことのなということもね実はあるんですよね。せぬが面白い。昔からあってね、やっぱり何もしないだけどそのことがすごく説得力があるっていうことはね、